農耕銀行とは、1896年制定の農耕銀行法に基づき、各府県に設立された特殊銀行の一つである。1921年に、日本官業銀行及び農耕銀行の合併に関する法律が制定され、その後日本官業銀行に合併された。農工業の改良のための長期融資を目的に、 日本官僚銀行を設立するために1896年に日本官僚銀行法が成立する際に一緒に成立した農耕銀行法に基づいて設立された。農耕銀行は官銀への取り継ぎ、または官銀と同等の業務を行い、事実上の官銀の子会者的な存在であった。1900年8月に徳島県に阿波農耕銀行が設立されたことで、 北海道を除く全府県に1行ずつ設立されたことになった。農耕銀行の貸し付けは長期年譜で管理返済ができるなど農耕業者に有利な面があった。一方で担保となる不動産価格の査定が厳しく貸付額も過小であり申し込みから貸出までに時間がかかりすぎるなどの問題点も存在した。 1911年の農耕銀行法改正により、これまで農耕業資金の貸し付けに限定されていたのが、市街地を含む不動産を担保にすることで、どこへでも貸し付けられるようになった。1921年に、日本官業銀行及び農耕銀行の合併に関する法律が制定され、官銀と農耕銀行の合併が促された。佐賀県農耕銀行が、 寒銀に吸収合併されたのをきっかけに国内のすべての農耕銀行は1944年までに寒銀に吸収合併されるようになった。現在の水保銀行が後ろ身である。水保銀行は北海道を除く全府県に設立されていた農耕銀行が前身の一つであることから全都道府県に店舗が存在する。明治時代の山梨農耕銀行。 ありがとうございます。